じゃあそろそろ行ってくるよ。うん、気をつけて行ってきてね。マモルさん、どうかしたんですか？いや、すまねえ。大したことじゃねえんだ。俺にもお前たちみたいな力があれば探索についていけるのになって思ってよ。マモルさん、何事も適材適所だ。気にすることはない。マモル君が守ってくれてるから私たちも安心して作業できるんだよ。そうだね、僕たちもマモルがいるから探索に行けるんだ。俺たちは仲間だ。だからどんどん頼ってくれていい。と言っても肝心なメルヘンとかナイトメアとの戦いは。だからあんまり気にしないでよ。マモルは十分役に立ってるよ。そうだな、すま、出発前だったのに空気を悪くした。なんだ？どうだ？元気が出てきただろ？今の、ハーメルンが？ずいぶん神器臭い話をしていたからな。我の笛で吹き飛ばしてやったわ。そう言われてみれば、なんかやる気出てきたぜ。ほんとだ。不思議と体が軽くなった気がするよ。ふふん、ならもう一回吹くか？あ、それなら私に吹かせて。も、別に構わないぞ。ほら、貸してやろう。お、ありがとね。じゃ、早速。あれ、音が出ないよ。もしかして景色少女しか鳴らせないとか？それなら私が試してみてもいい？じゃあはい、人魚ちゃん。ちょっと待った。どうしたの？いや、結構時間が経ったからさ、そろそろ出発した方がいいんじゃないかなって。別に少し笛を吹くくらいいいのではないか？ダメだよ、姫が吹くのはダメ。え、どうしておつうちゃん。その楓やハーメルンが吹いた後だし。それって私たちがバッチリってこと？我はバッチくないぞ。ちゃんと毎日歯磨きしておるわ。いや、決してそういう意味では。もしかして関節キスだから？ほっほー、王子様は姫の唇を誰にも渡したくないと。そんなわけないじゃないか。じゃあ人魚ちゃんが吹いてもいいよね？それはダメだ。もういいだろ。ほら、早く探索に行くよ。何も心配することなどありません。太陽はいつでも私たちを見守ってくれています。あの暖かな光のように、あなたも穏やかにその時を待っていてください。ありがとうございます。太陽をもう一度見るまで頑張ってみます。親指、今のは？あんた見てたの？今の人は入団希望者よ。教団の教えを説いていたの。今度連れて行って案内するつもりよ。そうなんだ、驚かせてごめん。別にいいけど、あんたこそ見てないで声かけなさいよ。いや、親指がなんだか普段と違うからつい見とれてしまったんだ。ふん、どうせ似合ってないとか思ってたんでしょ。そん
なことないって。仕方ないでしょ、こっちにも立場があるんだから。普段通りってわけにはいかないのよ。なるほど、大変だね。正直未だに教団の活動にはなれないわ。ある意味メルヘンと戦ってる方が楽ね。でもこの活動も悪くないと思ってるのよ。実際みんなの助けになってるわけだし、メルヘンを倒すだけが戦いじゃない。人の心を守る方法は他にもあるんだってこの活動をしていて気づかされたわ。メルヘンを倒す以外の戦いか。まあ、あと王姫って、あんたの前ならミチルでいいか。ミチルのわけわかんない予言がよく当たるのも事実だしね。正直僕にはピンとこないんだけど、そんなに当たるの？あんたの気持ちもわかるわ。でもあのナイトメアから逃げられたのもミチルの予言のおかげなのよ。ナイトメアが襲ってくる直前、ミチルの様子がおかしくなったの。ミチルが？顔面蒼白で何かに怯えるように震えて、ともかくすぐにここから離れようって。でも間に合わなかった。解放地区の住民までは手が回らなくて。親指たちの責任じゃないよ。そうね、そうかもしれない。でももしかしたら助けられたかもしれない。解放地区の人たちを救えなかった。君はそう思ってるかもしれないけど、それは間違いだ。君たちのおかげで太陽教団の人たちはこうして無事に生きている。それだけが間違いない事実だ。もしかしたらなんて考えるのは自分を追い詰めるだけだよ。そうね、私たち姉妹は生き残った。せめて今生きてる人たちの希望となるように隙を見せずしっかりしないといけないわね。ああ、次はしくじらない。必ず救う。お互いやれるだけのことはやりましょう。ああもちろん、頼りにしてるよ親指。あ、うん、そこまで言われたら仕方ないわね。グレーテルのことは心配だな。近頃ずっと一人でぼんやりしてる。やっぱり落ち込んでるのかな、ヘンゼルさんのこと。あやつでもセンチメンタルになることがあるのだな。そっとしてあげた方がいいのかな、それとも話を聞いて励ました方が。いや、いらぬおせっかいになったら。くよくよ悩むくらいならさっさと行動を起こせばいいだろう。よし、我が手本を見せてやる。わあ、ちょっと待った、グレーテルは傷ついてるかもしれないんだから、そんないきなり行かない方が。でも私もハーちゃんに賛成だな。姫、グレーテルさんはきっと傷ついてるけど、それと同じくらい孤独を抱えてるんだと思う。一人ぼっちになっちゃったみたいで。我らはいるだろう。うん、だけど今は心に余裕がなくてそれを忘れちゃってるかもしれない。だから私たちから寄り添った方がいいと思うの。たくさん言葉をかけたりしなくたって、そばにいるだけで何か違うかもしれないでしょ。普通はそうだと思う。おお、なるほどな。姫、君はすごいな。僕が迷っていたことにすぐに答えを見つけてしまうんだから。おつーちゃんが迷っていたのはおつーちゃんが優しいからだよ。さ、グレーテルさんのところに行こう。そうだね。やあグレーテル。つー、人魚姫にハーメルまで。
お邪魔じゃなければ一緒にいてもいいですか？別に構わないけれど。一人で何をしてたんだ？やっぱり落ち込んでるのか？落ち込む？何のことかしら。そのヘンゼルさんがあんなことになっちゃってやっぱり辛いですよね。私たちでよければいつでも力になります。ヘンゼル兄さんがって、ああ、死んでしまったこと。ヘンゼル兄さんが死んだからといって私が落ち込む理由にはならないと思うけれど。え、でも強がらなくてもいいんだよ。僕たちの前でくらい本音で。ヘンゼル兄さんは死んだ、もういない、それが全てよ。そんな、本当に悲しくないのか？兄と慕っていたヘンゼルが死んだんだぞ。むしろ喜ばしいことだと思うわ。ヘンゼル兄さんは無駄死にしたわけじゃなかったのだから。その言い方はないんじゃないか。ヘンゼルは仲間を助けるために犠牲になったんだぞ。おつーちゃん、落ち着いて。落ち着いてられないよ。グレーテルの態度はあまりにも薄情だ。これならヘンゼルの方がまだ人間らしかった。なぜあなたがそんなに激高するのか理解できないわ。つまりグレーテルにとってヘンゼルは下僕のようなものだったということか。我も下僕が死んでも別に悲しまないからな。下僕って、その感情とも違うと思うわ。人には理解されない感情ということかしら。もしくは、ああ、言うだけ言って言っちゃった。相変わらずマイペースなのだな。おつーちゃん、グレーテルさんはヘンゼルさんの死を悲しんでいないみたいだけど、それは冷たいからじゃないと思うの。グレーテルさんは私たちとは違う考え方をしているだけで、本当は優しい人なんだよ。姫、それってどういう。それはそうと、おつーちゃん。はい。さっきの言い方はひどくなかった？もっと違う言い方があったと思うんだけど。それは自分でも思った。反省してる。今度会ったらちゃんと謝ってね。はい。なんだ、おつーは人魚姫の尻に敷かれてるのか？いや、そういうわけじゃ。まあよくわからんが、頑張るがよい。ありがとう。すごく薄い励ましだけど。白雪、ため息ついてたみたいだけど、どうかしたの？あ、おつーちゃんと人魚ちゃん、ちょっと自分の嫌なところを考えて憂鬱な気分になってたんです。白雪の心の狭さとか、どうしても怖がっちゃうところとか、考え出したらキリがなくて。え、白雪ちゃんの心が狭いなんて思ったことはないけどな。うん、むしろ親指をフォローしてあげたりして優しい子だと思うよ。それに鏡を怖がっちゃうのは仕方ないよ。景色リビドーなんだから。違うんです、鏡は怖いですけど、どうしても怖がっちゃうっていうのは別のことで。ジャックだ。こんにちは、ジャックさん。ゴーン、ジンジンは。あれ、白雪ちゃん？
姫だ。白雪？なんで僕の後ろに隠れるんだ？すみません。ジャックさんのことが。ひょっとして、どうしても怖がっちゃうってジャックさんのこと？はい。悪い人じゃないことは分かっているんです。分かっているのに、いざ目の前にすると、どうしても。きっと外見で判断しちゃってるんですね。白雪は心が狭くてダメな子なんです、本当に。そういうことか。まあ白雪の言ってることも理解できなくはないよ。ジャックは外見だけなら結構迫力あるのも事実だしね。だけど仲間なんだから怖がっちゃいけないんですよね。白雪ちゃん大丈夫だよ。ねえ、リンゴを持ってるでしょ？貸してみて。え？はい。じゃあよーく見ててね。それ！すごい！ジャックが口でキャッチした！ほらね。何がですか？確かにすごいと思いますけど。白雪ちゃんも自分の手でリンゴを投げてみればわかるよ。ほら、やってみて。はい、わかりました。えい！ですか？それじゃあ今度は2つ連続で。えい！白雪ちゃんどう？ジャックさんもこうして見ると愛嬌があってちょっと可愛いでしょ？怖くなくなった？はい、確かにこうして接すると怖さもだいぶなくなりました。あれ、そういえば白雪のリンゴって毒リンゴじゃ。グレーテル、この間は悪かった。なんか違う気がするな。もっとこうさらっと。グレーテル、この間はごめん。ああ、絶対違う。こんな軽い感じで言っちゃダメだよな。もっと真心を伝えられるような感じで、こう。グレーテル、この間のことなんだけど。呼んだ？うわ、実物！人の名前をブツブツ呼んでいたかと思えば、急に驚いたりして。忙しい人ね。え、いや、元気？ええ、いつも通りよ。さあ、グレーテル、その、この間のことなんだけど、悪かったなって反省してて、だから。この間？何の話？いや、だから、ヘンゼルが死んだのに、君が悲しんでなくて、それを僕が責めちゃったことだけど。ああ、そんなこと。
一応あれからあなたの言い分のことも考えてみたわ。え、そうなのか。どうでもいいのかと思ってた。無関心なわけではないから。なぜヘンゼル兄さんの死が悲しくないのか自分の感情を突き詰めて考えてみたの。その結果、私はヘンゼル兄さんの死を誇りに思っているから悲しくないのだと分かったわ。誇りに？ええ、この監獄内でほとんどの死は意味を持たない。だけどヘンゼル兄さんは意味のある死を遂げた。それはとても誇らしいことだわ。だから誇りはあっても悲しみはないの。少なくとも自覚できるほどは。そうか。仮にヘンゼル兄さんが無駄死にしていたら、私も冷静でいられたかはわからないわ。家庭の話なんてそれこそ無意味だけれど。グレーテル、この間は悪かった。君のことを何にも分かっていなかったのに一方的に怒ったりして。構わないわ。意思の疎通がうまくいかなかっただけのことだから。それより私の方こそごめんなさい。え？この間は自分の感情をうまく言語化できなかったから、意思の疎通に齟齬が生じたのは私のせいだわ。いろいろなことを観察しているつもりだけど、自分の感情すら言語化できないようでは。私もまだまだね。なんだか前より君と近づけた気がする。そう？何センチ近づいたかなんて測らなければわからないわ。そういうことじゃないよ。でもそういう君でいいんだと思う。あなたがいいならそれでいいけれど。あれ、白雪がまたため息ついてる。前にもこんなことがあったような。デジャブ？白雪ちゃんってちょっと落ち込みやすいところがあるのかもね。あ、お二人とも、どうも。何かあったのか？どうしてそんなことを聞くんですか？だって、白雪ちゃんがこんな感じの時って、大体何か悩みがあったりするでしょ？白雪は分かりやすいですよね。何かあったなら相談に乗るよ。ありがとうございます。実はまた親指姉様と喧嘩しちゃったんです。ああ。何が原因で喧嘩になったの？きっかけはよく覚えていなくて、それくらい些細な言い争いだったんです。でも親指姉様が怒っていたのは白雪の甘さについてでした。そんな甘い考えじゃダメだって。親指ちゃんはきっと白雪ちゃんを心配してそう言ったんだね。はい、親指姉様はいつも白雪やねむちゃんのことを思ってくれてますから。本当は喧嘩なんてしたくないのに、どうしていつもこうなっちゃうんだろう。白雪。そして親指姉様はちょっと気性が激しいところもありますけど、言っていることは正論なんです。きっと今回も親指姉様の方が正しいんですよ。どうせ白雪なんてアマちゃんで夢見がちでダメダメで。白雪ちゃん、そこまで自分を卑下することないよ。そうだよ、アマちゃんって要するに優しいってことなんだから、君の優しさは長所だと思うよ。そうでしょうか。白雪のは優しさじゃなくただの優柔不断さかもしれないですよ。誰と
も衝突したくないから、誰にでもいい顔をしちゃうだけかもしれません。だとすれば、それは親指姉様の言う通り、白雪がアマちゃんだからだと思うんです。そんなことないと思うけど。考えすぎじゃないか。お気遣いありがとうございます。でも本当のことだからこそ、無理に慰めようとしてくれてるんですよね。いや、そういうわけじゃ。白雪ちゃん、すみません、困らせるようなこと言っちゃって。白雪のことは気にしないでください。本当は親指姉様の言うこともわかるんです。考え方は違っても、やっぱり姉妹だから。きっと白雪の方が間違ってるんだから、もう割り切って姉様の言う通りにしていようと思います。白雪、それは違う。親指だって君が自分の考え方を放棄するようなことは望んでいないと思うよ。いいんです、おつーちゃん、もう本当に変なこと言っちゃってすみませんでした。話を聞いてくれてありがとうございます。あ、言っちゃった。あんなに辛そうに微笑んでおいて、もういいなんて、割り切れたなんて嘘に決まっている。うん、ちょっと心配だね、白雪ちゃんのことは。